森光太郎は昭和期の日本の政治家、衆議院議員、農林大臣、滋賀県知事などを歴任、1955年滋賀県東屋井郡、畜生村出身。1905年に長浜農学校を卒業後、家業の農業、産種製造、水産業などを行っていたが、政治の世界を志して畜生村長となり、 1917年には38歳で立憲声優会より滋賀県会議員となり日記務める。1936年の第19回衆議院議員総選挙で滋賀県選挙区から立憲声優会の公認で立候補して当選するが3期目を目指した1942年の第21回衆議院議員総選挙では大政翼3回の推薦を受けずに立候補して 落選した。戦後、鳩山一郎の日本自由党結成に参加して1946年の第22回衆議院議員総選挙に立候補して復活を果たし、以後5期連続務める。第1次、吉田内閣では農林政務次官。第2次、吉田内閣では無人諸大臣。第3次、吉田内閣では農林大臣を務めたが、後に吉田茂と田本を分かって、 軍党派自由党の結成に参加した。1954年、3期目を目指すハットリー・キチの対抗馬として、衆議院議員を辞職して部所属で、滋賀県知事選挙に出馬、日本民主党の支援を受けて、当選を果たす。知事在任中は、長浜政支援の設置や、動く、県庁構想など、福祉や県民との対話に力を注いだ。 一気で退任した後は自由民主党顧問や全国内水面漁業、共同組合連合会名誉会長などを務めるが、1964年、東京都内の病院へ通院中に突如車内において、心臓疾患を発して救世した。ありがとうございます。